どうも、モコと申します。今回ね、このココイチの、カレーなんですけど、野菜スパイスカレーに、チーズと豚しゃぶを、トッピングしていくっていうことになります。はい、でちょ米がちょっと多いかな、これ。うん、この間ね、カレー作ったんですよ。甘口のカレー、椎茸とかしっかり入れたやつ作ったんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、意外とカレー自作でもいけるなみたいな。まあココイチのカレーもうまいんですけど、自作でも全然カレーいけんじゃんと思ってました。ここのと、カレーね、すげえ食いたくなる時期なんでね、カレーのシーズンしたいなと思ってます。で、ちょっと最近なんか結構話題になってる、なんかツイッターが凍結されてみたいな、でフォローが減ってみたいな、で結構なんかそれですごい騒いでる感じなんですよね、みんなね。なんか前のなんかありましたよね、なんか大量にそのもうアクティブじゃないアカウントをツイッター社が削除して何十万にフォロー減ったみたいなあったと思うんですけど、僕としてはね、もっとやってほしい。なんだろ、アクティブじゃないよアカウントってフォローされてても意味なくないって思うんですよね。結局それって数字になるだけで、フォロー数、ハリボテのフォロー数に意味はないと思っていて、自分は。もっと言うと、フォロー数自体に俺はあんま意味を感じないっていうと、ある程度その人がどんだけの知名度があってっていう見る指標にはなるっていうか、その人を知らない人が情報を見るとき大体ツイッター見るじゃないですか。で、フォロワー数こんだけいて、こんだけ人気なんだなみたいな感じを感じるんですけど、俺そこじゃなくてね、でもアクティブだと思うんだよな。なんだろう、発信したことに対してどんだけの反応が来てるかっていう、フォロー数とか YouTube チャンネル登録者数とかニコニコのウォッチリスト数とかっていうのは、なんかあくまで、でも認知度っていうのかな、なんかそれこそフォローを買うみたいな、もうみんなよく言うけど、結局いつなんか、あくまで支障に過ぎないっていうか、結局その何万人何十万人いるフルーターから何人の人がその発信した情報を見てくれて反応くれてっていうところだと思うんですよ。YouTube やったら、チャンネル登録者数が何十万人います。でも結構、その何十万人全員が見てくれるわけじゃないじゃないですか。僕のメインチャンネルの方も、今40何万人いるけど、結局、毎回その動画が再生されるのって、10万前後みたいな感じじゃないですか。俺はそこの、やっぱ、実際のアクティブな数字、にしか興味がないんですよね。だからそのツイッター凍結で、フォロー数が減ったって言って嘆くのってナンセンスというか、むしろフェイクな数字が減ってくれる分には俺としてありがたいんですよね。なんかそっちのなんか目立つところの数字が増えるだけ、一番目立つ分の数字が増えるだけだと、俺は逆になんか逆に怖いっすよね。そこだけが増えてる、YouTube なんかもそういうの やっていってもいいと思うんですよ、絶対に。 Google アカウントなんて絶対機能してないアカウントあるから、もうログインできませんみたいな、3年以上4年以上ログインしてない、使ってない、そういうアカウントってもうどんどん、なんだろう、その削除して問題ないものに関してはもう
バンバン消してっていいと思うんですよね。うん、もっとクリアにしたいです、その数字とかで。うまっ。スパイスカレーうまいね。まあ、なんで俺が言いたいのは、それの数字に意味はあるけど、リアリティを感じない。リアリティを、そのツイッターの人の数字が増えていくので祝ってくれたりするからな。別に本人がどうでもいいとか言ってても、周りの人はチャンネル登録何十万人おめでとうございますとかって、あのシャルルの時もなんかニコ動で100万、 YouTube で300万回数おめでとうございますみたいな感じでツイッターで結構リプライで言ってくる人が結構いたんで、俺そこにどう向き合うべきなのかなっていうのをちょっと今悩んでますね。しっかり反応していくべきなのか、その SNS とかで。まあ、それともスタンスを貫いて、別にどうでもいいんだったらどうでもいいと。まあさすがにチャンネル登録50万人いくタイミングで何かしらしなきゃいけないなとは思いますけれど、何やろうかな、歌かな、歌とダンスですかね。チャンネル50万人の記念はキスの愛とかがやってるみたいに、歌って踊ってみたみたいな、それをメインであげるみたいな。あ、うまっ。カレーうめえわ。でした。またお会いしましょう。